新型コロナの軽症者向け傾向薬、今後期待される薬剤は、塩野義製薬の S217,662 という傾向抗ウイルス薬が期待されています。傾向薬が期待される理由、コロナ病棟ではどちらかといえば点滴による治療が行われていることが多いです。上膜点滴のルートは、腕に針を刺して、そこに点滴製剤をつなぎ、 血管の中に薬剤が適化されているか確認します。その分医療従事者の人手が必要になります。抗体カクテル療法についても、海外のように期間中で投与できれば良いのですが、現状上膜点滴のルートを確保しなければいけません。経口薬の新型コロナ治療薬が普及すれば、多くの患者さんが自宅で治療できるため、医療逼迫の軽減につながるかもしれません。また、 早期治療によって重症化を防ぐことができるかもしれません。そのため、現在軽症例に対する傾向薬が期待されているのです。随一、臨床試験が進む軽症者向け傾向薬、現在臨床試験が進められている傾向抗ウイルス薬はたくさんあります。特にメルク社のモルヌピラビルとロシュ社の AT527 は臨床試験も大詰めであることから、早期承認が期待されています。 今日、蛍光抗ウイルス薬の主な作用基準は、RNA ポリメラーゼや 3CL プロテアーゼという酵素を阻害して新型コロナウイルスが増えないようにすることです。図に、ウイルスが増えるために必要な材料をなくしてしまうのです。ハビピラビル、商品名、アビガンは、まあ、どうなった代表的な RNA ポリメラーゼ阻害薬であるハビピラビルについては、 現在も一部のコロナ病棟で使用されていますが、点滴の抗ウイルス薬であるレムデシビルが使用できない場合に絞られてきた炎症です。2020年に中間解析によって、専門家から、承認は時期尚早と評価されたままで、現在も未だ承認されていません。国内の中等症愛に対する臨床試験では、カビピラビルを内服することで、体温、酸素飽和度、 胸部画像初見の改善、新型コロナ PCR2 回連続陰性のどれかが達成されるまでの期間に優位な改善が見られました。しかし、体温や酸素飽和度など臨床医にとって重要と思われる指標を個別を見ると優位さはありません。でした。その他、カビピラビルを内服しても、臨床的改善までの期間に影響はなかったという否定的な報告もあります。現在、 発症早期の新型コロナを対象として起業治験が実施されています。おそらくその研究できちんとした結論が出るのではないかと思っています。期待されるメルク社のモルヌピラビル。現時点で、期待されている薬の一つがメルク社および MSD のモルヌピラビルです。カビピラビルと同じく、RNA ポリメラーゼ阻害薬です。現在日本でもモルヌピラビルの第3層試験が進行しています。 アメリカの研究では、プラセボよりも新型コロナウイルス量を減少させる効果が示されています。ただし、査読全論文、今週にはモルヌピラビルの第3、愛試験の結果が判明して、年内にアメリカにおいて緊急使用許可を取得するのではないかと言われています。また、同社は、ウイルス曝露した濃厚接触者が内服すると、その後の発症を抑制できる、 という可能性についても臨床試験を進めています。現在用いられている抗体カクテル療法も、ウイルス爆露直後に投与することで発症が抑えられる効果があり。7、ただしこの療法は日本では未承認。今後、まだ感染していないが将来の感染を防ぐ、目的の薬剤が増えると嬉しいですね。国産の治療薬はどうか、カビピラビル以外の国産の治療薬としては、 塩野義製薬の S217,662 という傾向抗ウイルス薬が期待されています。冬までに第2層試験を終わり、どうして年内の申請を目指しています。1から創生された薬剤の臨床試験には本来年単位を要することが多いのですが、短期間でここまで到達できたことに、驚きを隠せません。イベルメクチンは厳密には抗ウイルス薬ではなく抗寄性中薬で、 いくつか比較試験やメタ解析がありますが、高いエビデンスレベルでの有効性はまだ証明されておらず、現時点では国際的にも使用は推奨されていません。現在臨床試験が進められています。